Yuzi in UK。 はい、Yuzi です。ということで本日なんですけども、現在僕はですね、もう人生で一番緊張というか、もうね、本当に、はい、緊張しております。ちょっとね、何言ってるか分かんない方もいると思うんで説明するとですね、あと10分後に僕がね、2年間やってきた、まあ、イギリスのね、高校でやってきた制度なんですけども、それのですね、国際バカロリアっていう IB っていう制度があってですね、それの結果が出るということで、C が反応いたしましたけども、すみません、よくわかりません。何か他にお手伝いできることはありませんか？僕もちょっとね、よくわかんないんですけど、ちょっとね、今こういうね、冗談を言える、そのなんて言うんだろうな、メンタルではありませんので、もうちょっと何言ってるかわかんないけど、もう本当にですね、ここ1週間、全く、まあ、寝れてないっていうのは嘘なんですけども、本当に寝つきが悪いし、朝はね、ストレスでなんか起きれなかったりとか、もう吐き気がするし、肌は荒れるしでですね、もう大変だったんですよ。で、まあ、今もこうやってカメラ回してますけど、もう正直言うとですね、あんまりその、なんだろうな、まあ、カメラ回すのも、なんて言うんだろう、迷ったというか、というのはですね、まあ、僕自身その、IB はね、まあ、かなり難しいと言われていてですね、僕は英語力が本当にゼロベースで行ったので、周りの子たちは何年間もね、英語でやってきて、ネイティブの子たちがね、ほとんどで、で、そんな中僕がね、その IB に挑戦するっていうことを時々まあ動画内では言ってたと思うんですけども、まあその度にですね、もうたくさんの方から、はい、無理だろうとかね、まあそんな英語力ないのにどうやってやんだみたいなことはいろいろ言われましたし、僕自身ね、それが厳しいのも知ってるし、今回ね、その合格できるかどうかっていうのもまだわかんないんですよ。いろいろ条件があってですね、まあそのうちのいくつかがちょっと心配だなっていうことがありまして、はい、もう本当に、はい、消えられるなら消えたいですね、今。ちょっと一瞬、地球から出たい気持ちはあるんですけども、もう何言ってるかわかんないけど、はい。ということで、今からね、地獄の時間を待っていきたいと思います。ということでね、今からコードを入れていきたいと思います。先ほどですね、ノートに、メモに移したんでね。で、パスワードもですね、これらなんか学校側からプロバイダーされてて、それをね、入れる形なんですけども、怖いなぁ、マジで。ということで、パスワードとですね、もうユーザー名を入れ終わりました。もう、どうしよう。本当になんか、吐き気がします。もしかしたらね、ちょっと無言になっちゃうかもしれないんですけども、はい。これから、では、行きます。もうね、泣いても笑ってもっていうか、もう僕がね、ここで何をしても、なんだろう、結果変わんないし、もうね、結果出てるわけで、はい、なんで、行きたいと思います。手汗がやばい。Yuzi in UK。めっちゃ読み込むの長いんだけど、まあこれは神様が、あ、何言ってるのか分かんない。あれ、クラッシュしましたね。サーバーがなんか応答しませんで出てきました。多分ね、全国というか世界各国に何人いるか知んないですけど、多分何万人級生徒がですね、一気にこのウェブサイトにアクセスしてるんで、多分ね、サーバーが追いついてないんだと思いますね、キャパシティが。なんで、もしかしたら、なんだろう、もうちょっと待たないと無理かもしれないです。よかった。マジで、もうきついって。はぁ、もう英検とかさ、僕中学受験もしたんですけど、その時もね、一つの学校がパソコンで見る形式でして、その時も緊張しましたけど、まあ、今の方がね、150倍ぐらい緊張しますね。これも生放送とかでやろうかなと思ったんですけど、僕ね、そんなにメンタルが強くなくてですね、なんて言うんだろうな、その生放送とかでやってもしなんか失敗してたりとかしたら、僕ね、立ち直れないと思うんですよね。なんでもしかしたらこの動画も没になってしまうかもしれないんですけども、はい、まあ、いい結果だったらいいなっていう感じですね。もういつも通り喋れないんで、もう、はい、僕の語りは無視してください。
やばい、来てしまいました。ただいまですね、ちょっと画面を見せることはできないんですけども、いろいろですね、個人情報が載ってるのと、いろいろね、なんか、はい、やばそうなんで、現在ですね、ついに IB Diploma Program Candidates ということで、そのページがね、僕専用のページが出てきました。で、今、ホーム画面にいるんですけども、My Coursework Results Transcripts IB Grades Library っていうのがあるんで、多分ね、Results のところに僕のね、試験の結果というか、最終グレードがね、はい、表示されていると思います。いきます。よかった。よかった。ああ、やばい。はい、ということでですね、現在、結果を見たんですけども、なんとというか、まあ、バーリンガルディプロマ awarded ということで、バーリンガルディプロマっていうね、IB の中の、はい、ディプロマを取ることができました。あ、よかった。いや、ちょっとね、もう自分自身で、ちょっとこれまでね、かなりプレッシャーを感じた部分があって、もう一気にそのね、10月から、まあ、解き放たれたということで、もうちょっと泣いてしまったんですけども、まあ、とりあえずね、これは嬉しいことで、もうちょっと今すぐね、裸で、はい、札幌の街に駆け出したいんですけども、僕のね、この結果が出たのに、もうその未来のね、キャリアに関わることがいい方向に出たのに、今ちょっとここで感情に任せて、裸で飛び出してしまうと、公然わいせつ罪でね、捕まってしまうんで、とりあえず、やばい。もう、はい、今ですね、ちょっと両親には外に出てもらっていてですね、まあ、僕が万が一ね、もしその落ちてたりして、ちょっと一人になりたい時間がね、あるかもしれなかったんで、ちょっとね、外出していただいてるんですけども、いや、よかった、本当に。もうね、これまで、まあ、こうやってね、取れたのも、もちろんね、僕がその、これまで、はい、努力してきた。まあ、自分でね、努力したっていうのは、ちょっとおこがましいというか、変なんですけども、まあ、自分の中ではね、結構頑張ってきたなと思ってたし、まあ、それプラスですね、やっぱり、まあ、YouTube とかでも、たくさんの方にね、頑張れって言ってくださって、多分、そういうのもね、全部繋がって、こういう結果になってると思うんで、本当にね、ありがとうございます。ちょっと、撮影環境とかもガバガバで、僕が何喋ってたかも分かんないと思うんですけども、まあ、とりあえずですね、いい結果に終わったということで、いやー、よかった。もう本当に疲れた。これで僕の2年間は終わりました。もうイギリスのね、高校で、まあ、いろいろありましたけども、で、まあ、無事ね、大学も決まったということで、まあ、そうですね、まあ、正規のオファーではないんですけども、とりあえず大学行くところもあって、でこうやってね、IB っていう、まあ、まあ、いろんな書き方はされますけども、まあ、一つで言うと、世界最難関の制度のうちの一つとかね、まあ、いろいろ言われ方はしますけど、まあ、かなり難しいっていうか、もう特にノンネイティブとかね、僕みたいに英語で学んだことない方に関しては、もうよりね、難しいっていうことが言われていたので、こうやってね、取ることができて嬉しいです。僕がね、今回取れたのは、バイリンガルディプロマっていうやつで、これはどういうものかというと、なんか、バイリンガルっていう言葉が多分日本英語でもある、日本でもあると思うんですけども、そのバイリンガルっていうのを IB が証明したっていうことで、僕はですね、ジャパニーズのリテラチュア A と、イングリッシュのランゲージ&リテラチュア取ってたんですよね。で、その2つが、その、まあ、ある程度好成績だと、バイリンガルの普通のディプロマよりも、なんて言うんだろうな、希少性高いのかわかんないけど、一応ね、その、バイリンガルっていうのを証明するっていうのを IB がしてくださってですね。なんで、僕はそれを今回は取れたということで、はい、これからはバイリンガルと名乗ることにします。嘘です。
そしてですね、多分 IB をね受けてる方とかだと、多分僕のねグレードとかどんな感じなのって知りたいとは思うんですけども、まあ、僕自身ね、あの正直言って本当に別によくはないです。よくはないし、もう多分ね、そうやってその IB 受けてる子たちって多分かなり優秀な子たちも多いと思うし、まあ本当に満点とかはね目指してやってる子とかも日本にいるっていうことを聞いたことがあるので、もうそういう子たちと比べたらね全然高くもないし、まあ僕自身ですね、あんまりこの点数っていうのが、なんて言うんだろうな、開示したくないなって、まあ自分の中に留めておきたいなっていうのがあって、まあこれはですね、その、なんだろう、出してどうちゃらこうちゃら言われるとか、まあ他人のね評価っていうのはあんまり興味はないっていうか、あの気にはしたくないんですけども、まあ、僕の中でね、ちょっとプライベートに留めておきたいなっていうのがあって、今回、点数っていうのはね、はい、ちょっとこちらで留めさせていただきます。なんですけど、まあ、とりあえず、まあ、僕自身のね、はい、IB の人生が終わったということで、これからは、次はミネルバ大学のね、はい、一大学生として、まあ、これからいろんなね、活動ができたらなというふうに思っております。ということで、今回はこの辺で、バイバイ。本当に応援してくださった方々、ありがとうございました。やったー。